で今日この法務委員会でそして衆議院の本会議で、通ったということで法案ができました。でこれができましたらですね、この法案を成立を受けてですね、まずヘイトをされている方々、まあ、この方々に対してはですね、直ちにもうそういうことはですね、国権の最高機関である国会が許さないと、そして国民はそういうことをではない差別のない社会を作ろうと、まあ、そういう努力義務が国民にもあるんだということをですね、この法案の中で、認めたわけでありますから、ヘイトスピーチをするなどというですね、そういうお考えはもう直ちに、捨てていただきたいと思っております。ヘイトスピーチの現場で人間として最も醜い差別の扇動を撒き散らしていた人たちに対して体を張って戦ってきた人たち、そしてそれを支えた地道な NGO あるいは研究者の皆さん、さらには今日も衆議院の本会議で傍聴されておりましたけれども、ハルモニをはじめとした当事者の方々、その全ての連携があって今日を迎えることができたんだと心から思っております。私たち国会議員は国民の負託を受けてこの国会で仕事をやっておりますけれども、それはやはり地道な現場での差別を許さないというそういう怒り、そして冷静に理論としてこの問題を取り上げてきた人たちの大きな第一歩の勝利だと思っております。私たち公明党もこのヘイトスピーチの問題に関しましては一昨年プロジェクトチームを立ち上げました。で私も、まあ、地元の在日朝鮮韓国人の方々、まあ、とりわけ私と同世代、まあ、40代前後の方ともお話もする機会が多くありました。いろいろお話を聞いて本当にショックだったことは、我々と同じように生活していると思ってた人があのヘイトでもその恐怖によってエレベーターにそういう個室に入った時にも恐怖に感じると、夜一人で歩く時に自分はこのまま殺されるんじゃないか、まあ、こういった思いに駆られていたんだと、そういった日本社会になっていたのかということを非常に申し訳なく思った次第であります。みんなが共生できる社会をこれは何としても作っていかなければいけない、まあ、そういう思いで私も昨年の参議院の法務委員会、まあ、ヘイトスピーチに特化した形での理念法をぜひ、これからも提案していきたいということを申し上げさせていただいたことであります。在日一世の戦前戦後ずっと苦労を重ねてこられたハルモニーに日本から出てけというヘイトが一体何を意味するか、それは人生丸ごとの否定なんですね。チェさんの息子さんで日本人のお父さんとの間にダブルという誇りを持って生き抜いていこうとしているお子さんいらっしゃいますけども、そうした皆さんに対して出ていけ、あるいは罵詈雑言を浴びせて日本社会から排除しようとするというにやついてニタニタ笑う、それを警察が守ってる、そうした事態がこれまで本当に多くの痛みと戦いの上で積み重ねられてきた強制そのものを否定する、そうしたものであることは明らかであって、その根絶のために私たちが何ができるかということがやっぱり大きな焦点になってきたんだと思うんです。